エベレスト、エベレスト、または、チョモランマ、サガルマータは、ヒマラヤ山脈にある世界最高峰の山である。山頂は、ネパールと中国との国境上にある。エベレストは、インド測量局で長官を務めたジョージエベレストに、ちなんで命名された。1920年代から長きにわたる、朝鮮の末、1953年に、イギリス体験隊のメンバーで、 ニュージーランド出身の登山家であるエドモンド・ヒラリーとネパール出身のシェルパである天神ノルゲーによって初登頂がなされた。エベレストの標高については諸説あり、1954年にインド測量局が周辺12カ所で測定し、その結果を平均して得られた8848メートルという数値が長年に一般に認められてきた。1999年、 全米地理学協会は GPS による測定値が8850メートルだったと発表した。2020年、中国、ネパールは合同で北斗と GPS による測定値が従来の測定値よりわずかに高い8848.86メートルであったと発表した。厳密には地殻変動などの影響によって標高は年々変動していると考えられている。 エベレストの南北に位置するネパールのサガルマータ国立公園はユネスコの世界遺産に登録されている。ジョージエベレスト現在、エベレストはネパールではサガルマータ、中国のチベット地区やチベット人ではチョモランマ、中国ではタ玉ぼく諦め棒、または聖母法と呼ばれている。エベレストの存在が初めて文献上に現れたのは1717 17年。 高規定の命令を受けて、イエズス会士、ジャンバティスト・レジスが、コートモゼンランズと呼ばれる中国地図を作成した時であった。そのチベット部分、現在のエベレストの位置に、山の絵が描かれ、主派派ローバー林と表記されている。この地図は、レジス神父の古国フランスに送られ、それを受け取った同僚のイエズス会士、ジャンバティスト・デュアルドが、 地図制作者のジャンバティスト・ブルギニオン・ダンビルに託し、ダンビルによって1735年、中国新地図集として出版された。ダンビルの地図では、チュムラン・クマと表記されている。これがヨーロッパに、チョモランマの名称が、初めて紹介された時である。イギリス東インド会社は1765年以降、測量局を設けて、 インド各地の詳細な地図の作成を行っていた。1815年、ベンガル、ボンベイ、マドラスにあった3つの測量部が統合されて、インド測量局が発足。さらに1818 18年8月1日には、インド大三角測量部が別に設けられ、三角測量のエキスパートであるウィリアム・ラムトンが、部長に、28歳の士官候補生、ジョージ・エベレストが、 主任助手に任命された。1833年に組織改編で第三角測量部がインド測量局の参加に入り、ラムトンの成拠によってエベレストが第二代測量部長となった。1830年にはエベレストはインド測量局長官も兼務することになる。エベレスト長官はインドの南岸からヒマラヤ山毒までの三角測量を終え、1842年 王朝館の時代にヒマラヤ山脈の山々の計測が行われ、まず、カンチンチジュンガが世界最高峰であると考えられた。しかし、彼らはさらに奥地にある山に興味を持った。この山ははじめ、ピーク B、次にピーク H の地にピーク15と呼ばれるようになる。インド測量局の主任測量師でレヘラードゥーンに駐在していたラーダナートシクダールが、 ピーク15の測量を行い、海抜8840メートルという標高を算定した。ピーク15の地域は、ネパールとチベットに挟まれていたが、どちらの国にも入国ができなかったため、インド測量局では、山の地域での故障を確定できなかった。1856年3月、王朝館は、ピーク15が8840メートルで、館禅順画の測量値よりも高く、 おそらく世界最高峰であるという書簡を王立地理学協会に送付した。この書簡の中でピーク15の名称を地方での呼び名は数多くあるだろうからどれか一つを選ぶのは難しいとして前任長官のエベレストにちなんで山の名前をエベレスト山としたいとし以下のように述べた。尊敬する前長官のサージョージエベレスト大佐はすべての地形に 現地での故障を採用するよう私に教えてきた。しかしこの山にはおそらく世界最高峰であろうこの山には現地での故障を見出すことができなかった。もし仮にそれがあったとしても私たちがネパールへの立ち入りを許可される前にそれが見つかることはないだろう。今のところこの広法を名付ける特権と責任とは同等に私に異常されているものと思う。この山の存在が 市民と地理学者に広く知られ、文明国家に深く浸透するかは、この広報の名称遺憾にかかっているであろうまだ、存命中だったジョージ・エベレスト自身は、この名前がヒンディー語と無関係で、インドの人々に発音できない名前であるとして反対し、地理学協会にその旨を書き送ったが、1856年8月に、 開かれたベンガルアジア協会の会合で世界最高峰の発見が報告された後の9月に、ちなみに現在のエベレストの発音と実際のジョージエベレストの発音は異なっている。ピーク15の名称については、ネパールに駐在した外交官、ブライアン・ホージソンが1856年に地元でデバドゥンガと呼ばれていると唱え、1907年には、 インド測量局のゲシナタシンが地元の民がチョウルンボと呼んでいることを記録している。1909年にはエベレスト統藩のための情報収集をしていたグルカレン隊の将校チャールズ・グランビル・ブルースがクーンブ地方の出身のシェルパからチョモルンモという名前を聞いてい他にも19世紀の終わりにはチョモカンカルというのが山の名前であると言われたこともあったが、 インド測量局は一貫してエベレストの古障を用い続けた。1950年代に入って中国政府がチベット名チョモランマを採用した。これは世界の母なる女神の意味であるという。1960年代にはネパール政府がサガルマータという名称を示した。この名前はネパールの著名な歴史学者バーブラーム・アーチャリアが1938年に 文芸史、シャルダに紹介したものだが、カトマンズでは知られていない一部の地域での名称だった。ネパールは以後、この名称を使い続けている。山の名称に人名を用いたことについては、王立地理学協会やインド政庁でも議論があり、悪しき先例になると考えた人々も多かった。エベレスト山という名称が受け入れられた後で、世界第2位の系通に関しても、名称を、 大山あるいは、ゴドウィン・オースティン・ボーンとしようという動きがあったが、いずれも地理学協会やインド成長が受け入れなかった。エベレストを中心に捉えたパノラマ写真国際宇宙ステーションから望むヒマラヤ山脈1852年、インド測量局の技師で、ベンガル出身のインド王人測量技師、ラーダナートシクダールが 240km 離れたインドから三角測量した結果、 ピーク15という歌唱で呼ばれていた山が世界最高峰であることを発見した。当時ネパールは禁断の王国であり、外国人は入ることはできなかったため、より近距離での測量は不可能だった。測量の結果によれば、ピーク15の標高は約8,840メートルだった。現在最新の標高は8,848メートルとされているが、 他にもいくつかの異なる標高が測量結果として報告されている。2番目に高い山は K2 で標高8611メートルである。2005年5月22日、中国のエベレスト測量隊はエベレストに登場数ヶ月にわたる測量の結果、同年10月9日に、 エベレストの標高は8844.43プラスマイナス0.21メートルと公式に発表した。彼らはこの数値がこれまでで最も正確な標高であるとしている。しかし、この標高は最も高い岩石の部分に基づくもので、頂上部分の氷や雪は含んでおらず、モンブランや天理タグといった他の広報の標高の基準と異なっている。測量体は 雪と氷の厚みも測量しており、この結果は3.5メートルだったことから、8848メートルという従来の測量を結果に誤りはなかったことになる。しかし実際のところ雪と氷の厚みは変化するため、現在最もよく知られている8848メートルという標高は、1955年のインドによる従来より近距離からの測量によって、 初めて求められたものである。1975年の中国による測量でも同様の結果が得られた。どちらも頂上部分の氷雪の厚みを含んだものである。1999年5月、ブラッドフォード・ウォッシュバーン率いるアメリカエベレスト遠征隊は山頂に GPS ユニットを設置8850メートルという測量結果を発表した。 これによれば、岩石部分の標高は8,850メートル、標説を含めると、さらに1メートル高いとされている。ネパール政府は、正式にこの測量結果を認めていないが、この数値は広く用いられている。1999年と2005年の調査双方に、ジオイドの不確かさという問題が指摘されている。エベレストの標高は、 周辺のプレートテクトニクスにより年々高くなっており、山頂も北東へと移動していると考えられている。現在2つの報告書が、エベレストは年4ミリメートルの速さで標高が高くなっており、また山頂は年3から6ミリメートルの速さで北東へ移動しているとしている。しかし、他の報告書の中には、横方向への移動はもっと早く、 標高は縮むことさえあるとしているものもある。また、エベレスト山頂では、風化が激しく、地殻変動によって一時的に8,848メートルを超えても、その分は侵食されてしまうため、エベレストの標高はこれ以上高くならないという説も、ある。エベレストは最も高い海抜高度を持つ山である。しかし、ハワイのマウナケアとエクアドルのチンボラソがエベレストに、 変わる、世界最高峰とする主張もある。マウナケアの海面からの標高は4205メートルだが、海底からの高さを考慮すればその標高は1203メートルを超えることになる。また、海抜高度6267メートルのチンボラソ、頂上はアンデス山脈の最高峰ですらないが、地球の形状は赤道に近づくほどに膨れており、 地球の中心からの高さは6 3 8 4 4キロメートルになる。これはエベレストの6 3 8 2 3キロメートルよりも2 1 6 8メートル高い。また、最も深い海であるマリアナ海溝のチャレンジャー海縁はエベレストの標高よりも深い。もしエベレストをチャレンジャー海縁の深さに沈めたとすれば、 山頂は 2km の深度に沈むこととなる。エベレストベースキャンプからの眺め3つの総3体は、ジョモランマ層、ノースコル層、ロンブク層の3つに区分される。それぞれが低角度の小常断層で供される一眼体である。ゴンドアナ大陸の一部であったインドア大陸が白亜紀にマダガスカル島から分離し、新世代にユーラシア大陸に衝突し、 ヒマラヤ山脈ができた。頂上から8,600メートルのチョモランマ層は、エベレスト層とも呼ばれ、石灰岩、ドロマイト、シルト岩からなる。オルドビスキを示す山ムシや海よりの破片を含む。標高ごとの地層8,600メートルから7,000メートルのノースコル層のうち、上部8,200メートルまでが有名なイエローバンドで、エベレストの写真に、 はっきり映る白い帯である。大理石が風化して、高褐色になったもので、海ゆりを含む。8200メートルから7600メートルは千枚岩と、変岩からなる。7600メートルから7000メートルは変岩に、大理石白層が挟まれる。以上の変成岩は、低岩、結岩、砂岩、石灰岩などからなるフリッシュが、変成作用を受けたものである。 7000メートルより下のロン論仏層はガンとマガンで様々な厚さの白粒岩の岩脈と岩礁が無数に貫入している。1893年探検家として知られ政務官を務めていたフランシス・ヤング・ハズバンドと第五グルカライフル連隊の優勝として鳴らしていたチャールズ・グランビル・ブルース准将が チトラルのポロ球技場でエベレスト登頂について話し合ったのが具体的なエベレスト登場計画の講師であると言われる。1907年にはイギリス山岳会の創立50周年記念行事としてエベレスト遠征隊の派遣が提案されたが実現しなかった。しかし北極点到達及び南極点制覇の競争に敗れたことでイギリスが帝国の栄誉 第三の極地エベレストの征服にかけていくことになる。遠征計画は第一次大戦の勃発によって先送りになるが戦争の終結とともにイギリス産学会と王立地理学協会がエベレスト委員会を組織しヤングハズバンドが委員長となってエベレスト遠征計画の具体化が始まった。百二十一年エベレスト委員会によって組織実行。 参加者、第一次は登聴そのものでなく、登聴のための周辺調査とルート確認を目的として英国を出発。インドのカルカッタに上陸後、ダージリンからチベットを回り込んでエベレストを目指した。チベットのカンパゾンでは体調が優れなかったケラス博士が心臓発作で亡くなるというアクシデントに見舞われたが、遠征隊はエベレストのノースコルに至るルートを確認するとともに、 エベレスト周辺の詳細な地図を初めて作成することに成功して帰国した。1922年組織、実行、参加者3度の頂上アタックを行った。7620メートルの地点に設けられた第5、キャンプから第1次アタックチームを率いたマロリーは、酸素ボンベなどは信頼性が低いと考えて、これを用いず、サマビルやノートンらと無酸素で、 北東領の稜線に達した。薄い空気に苦しみながら、一度は8225メートルという当時の人類の最高到達高度の記録を打ち立てたが、天候が変化し、時間が遅くなっていたため、それ以上の投範ができなかった。次に、ジョージ・フィンチとウェイクフィールド、ジェフリー・ブルースからなる第二次アタックチームは、 酸素ボンベを担いで5月27日に8321メートルの高さまで驚異的なスピードで到達することに成功した。ブルースの持っていた酸素器具の不調で第二次チームが戻ってくるとマロリーはフィンチ、サマビルと第三次アタックチームを編成して山頂を目指そうとした。しかしマロリーらがシェルパと共にノースコル目指して斜面を歩いているとき、 なだれが発生して7名のシェルパが落命したため、一行は失意のうちにベースキャンプに戻り遠征は終了した。1924年組織実行。参加者2月28日にリバプールを出港。3月にダージリンへ到着し、3月の終わりにダージリンから陸路でエベレストを目指した。4月28日、遠征隊はロンブクに到着して、 ベースキャンプを設営し、そこから順にキャンプを上げていった。彼らは7000メートル付近に第4キャンプを設けて、頂上アタックの拠点とし、そこから頂上までの間に2つのキャンプを設けることにした。ノートーンは、サマビルと共に酸素ボンベなしで頂上を目指し、途中から一人で他壁をトラバースし、標高8572メートルに到達。 人類の最高到達記録を更新したが引き返した。マロリーは6月8日、22歳の若いアンドリュー・アービン一人を連れて、第6キャンプを出発、酸素ボンベを使用して山頂を目指した。二人はこのまま行方不明になり、第3次遠征隊は山を降りた。さらに許可のないロンシャール谷に入っていたこと、彼らが帰国後に上映した。 記録映画の中で紹介された、チベット人の種族が不正確であったことが、当時のダライラマを怒らせ、以後9年間エベレスト入山の許可が出なかった。1933年、イギリス第4次遠征隊。隊長、ヒューラット・レッジ、隊員には、フランクス・スマイス、ジャック・ロングランド、パーシー・ウィン・ハリス、レーモンド・グリーン、ローレンス・ウェイジャー、エドワード・シェビア、トム・ブロックル・バンク、 1922年隊にも参加したコリンクル・フォードらがおり、後に遠征隊の隊長を務める歴戦の登山家、エリック・シプトンもその中に含まれていた。この遠征では、高度8570メートルが最高で登頂はできなかったが、ウィン・ハリスが頂上近くでアーヴィンのものとされるアイスアックスを発見したことで有名になる。 同体は初めてエベレスト遠征にラジオを持参した。なお、1933年4月3日、スコットランドの貴族、第14代ハミルトン公爵、ダグラス・ダグラス・ハミルトンが、操縦席が剥き出しの服用機に乗り込み、エベレスト山頂の上を飛び越えるとともに、史上初めてエベレストの空撮に成功した。1934年、イギリスの貴人モーリス・ウィールソンが、 飛行機を散腹に不時着させ単独登頂をするという計画を立てたが不許可となる。登山経験のないウィルソンは霊的な助けによって頂上にたどり着けると信じ、二人のシェルパを雇ってノースコルの麓まで上がったが行方不明になる。シェルパ二人は生還し、ウィルソンの失踪を報告した。百三十五年、イギリス第五次遠征隊、登頂目的でなく、 エリック・シプトンをリーダーに、モンスウンジの気候を調査する目的で派遣された、小規模のグループだった。ノースコルノフ元で、テントに包まれたモーリス・ウィルソンの遺体と日記を発見。タイには1938年代の隊長になる、ビル・ティルマンがいた。また、ニュージーランド出身のダン・ブライアントを、シプトンが気に入ったことが、後に、エドモンド・ヒラリーが、遠征隊に参加する道を開くことになる。 有名な天神ノールゲーが若手シェルパとしてエベレスト業に初参加した。1936年イギリス第6次遠征隊。1933年の失敗を批判されて以来隊長就任を誇示していたラッドレジが適任者不在を理由で再び隊長に引っ張り出された。1924年隊のノエル・オデールも参加を脱進されたが年齢を理由に辞退している。 エリック・シプトン、フランクス・スマイス、ウィン・ハリス、チャールズ・ウォレン、ピーター・オリバーらが参加。日程の当初は、雪も少なく、天候にも恵まれて成果が期待されたが、直後に、例年よりも早いモンスーンが到来したため、タイはほとんど何も、成果を得られず帰国。最低の遠征隊と国表されることになる。1938年、イギリス第7次遠征隊。隊長は、 ビル・ティルマン。再び小規模な遠征隊を組むことにし、隊員として、シプトン、スマイス、ボレン、オリバーら経験者が選ばれた。子参のノエル・オデールも再び参加。天候の悪化のため登場を断念し、遠征隊は帰還。翌年以降は、第二次世界大戦の影響で登山は行われなかった。1949年、ネパールが鎖国を解き、初めて、 ネパール側の登山が可能になる。逆に、それまで唯一のルートだったチベット側は中国の支配下に置かれたことで閉鎖された。ネパールの開国は戦前アジアに強い影響力を持ったイギリスが独占してきたエベレスト遠征に世界各国に門戸が開かれたことを意味していた。1951年、イギリスのマイケル・フォード、トム・ボーディロン、ビル・マーリが ネパール側から入って山頂へのルート探索を行うことにし、エリック・シプトンを隊長として迎える。ネパール到着後、クムト・パルバット遠征を終えたニュージーランド隊から2名、アール・リニ・フォードとエドモンド・ヒラリーが参加。シプトンは1935年にメンバーだったニュージーランド人、ダン・ブライアントに好印象を持っており、そのことがニュージーランド人の参加につながった。一行は、 南署アイスフォールを突破し、ウェスタンクームに至る、現在でもよく使われる南東領ルートを発見する。この遠征の木とメンルン氷河の近くで、シップトンは、雪上に残る巨大な足跡を発見、後に未知の生物、イエティのものだと検伝されることになる。1952年、スイスがネパールから1952年の入山許可を得たが、 イギリスは1953年の入山許可しか得られなかった。動揺したイギリスは合同遠征隊を提案するが拒否される。スイス隊はエドアール・ウィス・デュナンを隊長とし、アルプスで鳴らした屈指の登山家たち、レーモン・ランベール、アンドレ・ロッシュ、ルネディテール、エルンスト・ホフ・シュテッターらを用してエベレストに挑んだ。同隊はルパとして天神ノルゲを指名して、 参加を要請。天神は、これが4度目のエベレスト登攀になった。一行は、アイスフォールを越え、巨大なクレバスに道を遮られたが、ジャンジャック・アスパーがザイルを使って、クレバスの反対側に渡ることに成功し、そこに橋を架けてウイスタン・クームへの道を開いた。最終的にランデールと天神が、それまでの最高高度8611メートルに達し、 症状は目前だったが天候に恵まれず撤退。この年、ソ連が秘密裏に遠征隊を送り込んで壊滅したという噂が西側メディアで流れたが、詳細は明らかにならなかった。1953年、酸素装備の改良、投販技術の研算などによってンを持たしたイギリス隊が送り込まれる。この機会を逃せば、次の派遣は数年後になっており、 翌年以降各国が続々と隊を送り込む予定だったため、イギリスは強い意気込みで1953連隊を送り出した。隊長はベテランのシップトンに一旦決まったものの、第60ライフル連隊のジョンハント大佐が推挙されて、揉めに揉めた。その後、突如、シップトンが隊長という決定が覆され、ハントが隊長に変わった。この時のトラブルの真痛から、 シップトンは登山会の表舞台を去ることになる。遠征隊は順調にキャンプを前進させていき、二つの頂上アタックチームを送り出した。まず最初のチャールズ・エェバンスとトム・ボーディロンのチームが5月26日にアタック・南方を制したが、酸素不足で撤退した。1953年に初登頂したエドモンド・ヒラリーと天神ノルゲーゴに続いた。 エドモンド・ヒラリーとシェルパの天神ノルゲーの第二チームが5月29日午前11時30分に世界初の登頂に成功。同年2月6日のエリザベス2世紀の大観と時期を同じくする異業にイギリスは湧き、マロリー以来の祝願を果たした。1960年5月25日、中国隊がセカンドステップを越えて北東側からの初登頂に成功。同隊が 夜間登聴したため、頂上での写真撮影がなかったことなどから、この登聴は長く西側諸国から疑いの目で見られていたが、現在ではほぼ認定されている。1963年5月22日、アメリカ隊が登聴に成功。初重装も成し遂げる。1965年5月20日、21名からなるインド隊が登聴に成功。シェルパのナワンゴン部は、 史上初めて二度エベレストの頂上に立った人物となった。ネパール政府により外国人による登山が1969年まで全面禁止となる。1970年5月11日、日本山岳会エベレスト登山隊の松浦テルオと上村直樹が日本人として初めて登頂に成功した。1973年、イタリア隊のリナルド・カレル。 ミルコミヌッツォラ5人が登頂しイタリア人として初のエベレスト登頂実業家、グイドモンジーノが組織した、この隊はイタリア人隊員は隊長も含め64人、雇用したシェルパも100人に上り、ジェット機とヘリコプターで搬入した物資は50トンに及ぶなど、単独の登山隊としては最大級の規模であった。1975年5月16日、 ダベイ・ジュンコが女性として世界で初めて登聴に成功した。11日後の5月27日には中国隊の9人が北東側から登聴し、チベット族女性パンドゥが女性第2等を果たした。1996年5月10日、8名が死亡する大量遭難死が発生した。同シーズンにさらに4名の遭難があり、1シーズンで12名の死者が出た。 1999年5月1日、アメリカのマロリーアービン捜索隊が標高8160メートル付近でマロリーの遺体を発見した。マロリーたちが持参していたカメラベストポケットコダックが発見されればエベレスト登山史上最大の謎が解けることになるが未だ発見に至っていない。しかし、登場に成功した暁に置いてくるつもりだった彼の妻の写真が 遺留品になかったことから、ジョージ・マロリーが登場に成功していたのではないかという説を唱える人も多い。なお、マロリーアービン捜索隊は2001年にも捜索活動を行い、前回発見できなかったアービンの遺体とカメラを捜索したが、この時の捜索では何も発見できなかった。2008年5月8日、2008年北京オリンピックの聖火リレーの一環として、 成果を持った登山隊がエベレストに登頂した。2012年5月19日、異常高温によりルート工作が難航したため待機させられていた大量の登山隊が開通時に一斉に押し寄せ、1日で234人が登頂次第渋滞が発生。これを因因として登頂後に高山病を発症した4人が死亡した。この年はいくつかの登山ツアーは山頂までの登頂を、 諦めている。2014年4月18日、ネパール、ガワルート上のクーン部氷河中にある、ポップコーンフィールド付近を、西両の方の懸水氷河の崩落を原因とした、大雪崩が直撃。ルート工作中のシェルパが多数巻き込まれ16人が死亡。この事故死をきっかけに、シェルパ側から、事故時の保障を拡充する声が高まり、登山のサポートを事実上ボイコット。 334人が登場を断念している。また、ネパール観光局は、セルパの保険金を2014年9月以降、引き上げる措置を講じている。2015年4月25日、同日発生したネパール地震の影響で大規模な雪崩がベースキャンプを直撃し、日本人1人を含む18人が死亡。エベレスト史上最悪の遭難事故となった。 ネパール側では余震によりルート修復が困難になり、キャンプ1とキャンプ2に100人以上が取り残されたがヘリコプターで救助された。一方、この地震を受けて中国政府はチベット側の登山中止を宣言。この影響で、この年は1974年以来41年ぶりに登庁者が一人も出なかった。最年少。 最高齢複数回登聴障害者による登聴2010年までの年ごとの登聴者数の推移登聴者数は2010年時点で3142人でその中の142人が無酸素で登聴している2012年には登聴者数が3842人となり1週間にベースキャンプから山頂までに往復する女性も現れた商業登山や公募隊が 盛んになり、登山者数はますます増加する傾向にある。登頂のためのノウハウが蓄積され、死亡率は減少傾向に、登頂成功率は上昇傾向にある。登山者の増加により、渋滞が問題になっており、渋滞により、ヒラリーステップで2時間半4時間待つこともあり、ヒラリーステップを簡単に素早く登れるように2013年、現在。 固定ロープだけでなくはしごも設置することが検討されている。2018年には登庁者は807人と過去最高となった。2019年5月22日には200人以上が頂上を目指し、頂上から登山者が数珠つなぎになって渋滞した。渋滞に12時間も巻き込まれて体調を崩して死亡する登山者も出てきている。 エベレストに入山するには入山料を支払わないと登れないシステムになっている。2015年時点の入山料は、ネパール側では、春の通常ルートで1人当たり1万1000ドル。他にレーゾンオフィサーや医療サポート、ロープ設置などの名目で1500ドルほどかかる。春以外の季節、または通常ルート以外のルートでは、入山料はこれよりも安くなる。 2014年の価格改定時に一人で登る場合の入山料が値下げされたが団体割引がなくなっている。チベット側の入山料は一人当たり7000ドルである。登山ツアーが多数あり、2015年現在、ネパールからの通常ルートの場合、入山料などのすべての処刑費込みで3万5000から8万5000ドル程度となっている。ネパールからの通常ルートはシーズンごとに 各隊のシェルパが固定ロープ、はしごを設置し、それに沿って登山する形となり、標壁などを登る必要などはない。チベット側からの登山は難易度が相対的に高くなっているが、こちらも工母体が多数組まれている。商業工母体には品質のばらつきがあり、死亡率の高いものも存在する。最近の日本人による登頂のほとんどが商業工母体か、 テレビ局の撮影を伴うものになっている。エドモンド・ヒラリーは登山ツアーを商業活動と批判している。タベイジュンコも現地ネパール人の助けがあって登頂に成功したが今では助けを得られるかはお金次第であると述べ登山の過度の商業化を危惧した。また登山者数の増加に伴いネパール側、チベット側の2つのノーマルルートで渋滞が発生し、 それが誘因となって遭難する案件も出てきている。2005年には、チベット側だけで35グループのエベレスト、登山ガイド隊が活動しており、一連の登山ビジネスの活発化が山に対する敬意や、イフの念を薄れさせると懸念する声も上がっている。詳細は、公募隊を、参照登山ルートには、随所に120体もの遭難者の遺体が放置され、凍結化。 乾燥によりミイラ化している。遺体の中には登山ルートの目印となっているものもある。遭難死の7割は下山時に発生している。ネパール側のエベリスト以外の山も含めたヒマラヤ山脈での標高8500メートル以上の山の登山での死亡率は以下の通り。登山ツアーの一つであるヒマラヤンエクスペリエンスの客の登頂成功率は悪天候とシェルパの死により、 誰も登らなかった2012年を除くと、客を毎年20名前後取るようになった2003年から2011年で60から82%である。日本人専用の登山ツアーとしてアドベンチャーガイズがあり、2004年から2013年にガイドを除いて23名参加し、17名登頂成功、2名死亡。年齢ネパール側の登山ルートは成人のみ登山が、 できる年齢制限がかかっており、2010年9月より、中国側登山ルートによる登山が18歳から60歳に年齢制限がかかる。制限導入の背景は、従来より若年層による登山にはより大きな危険が伴うと批判が出ていたこと、最年少記録更新のヒートアップが予想されたことなどがある。ただし中国側の規制は強制ではなく、 2014年には13歳のマラバトップルナが中国側から女性最年少登頂を果たしている。最高齢登頂記録に関して2013年に日本の三浦雄一郎が80歳で登頂して記録を更新した一方、2017年に記録更新を目指した85歳のネパール人の男性登山家がベースキャンプで心臓発作により死亡している。 この事例を受け、ネパール登山協会のシェルパ会長は、個人的な意見と断った上で、今こそ、規制が、必要とコメントしている。人数2017年12月28日、ネパールは、単独登山者の入山を法律で禁止した。登山ルートには旅重なる、登山のゴミが廃棄されており、生態系に与える影響や、水質汚染が懸念されている。ネパール政府は、 自分が出したゴミとは別に一人当たり8キロのゴミを持ち帰る、用義無付ける、新しい規制を2014年から導入した。ゴミを回収することを目的とした登山が行われることもある。2017年には、ネパール側で25トン近いゴミと15トンの資料が持ち帰られたが、デポジット金没収のペナルティを受容して、山にゴミを残す登山者も多く、ゴミの量は増え続けている。 2019年8月15日、ネパール政府はエベレスト周辺のゴミを減らすために2020年より厚さ30ミクロン以下の使い捨てのプラスチック製品や飲料用プラスチック製ボトルなどの使用を禁止する措置を発表した。上記のようにエベレストの山頂へと登ることは熟練の登山家でも危険を伴うが一方で難読であるネパール側の6000メートル以下のエベレストの 山腹まではそれほどの難所もなく、高山病対策さえあれば、一般の観光客でもトレッキングを楽しむことは可能であり、世界中から多くの観光客が訪れる。日本でもいくつかの旅行者がエベレストトレッキングツアーを再行しており、参加者も多い。また単独で、または登山ガイドをつけての個人トレッキングも可能である。トレッキングを行う場合、 まずネパールの首都カトマンズから飛行機でルクラ村へと向かう。ここから北のエベレスト山腹へと向かう道はエベレスト街道と呼ばれ多くの登山客が行き交う。ルクラ村の手前にある路線バスの終点尻村から徒歩で数日かけるクラまで歩くこともできる。ルクラから北へ向かうとこの地方で最も大きく登山基地となっているナムチェ村を通り やがて西の豪ョピークと東のカラパタールへ向かう二つの登山道が分岐する。豪ョピークは標高5483メートル、カラパタールは5545メートルの地点にあり、どちらも完全にエベレストを望むことができる。ありがとうございます。